気になるのが、なんでそんな体育会系というか公務員の家系に生まれて、お堅い家に生まれてオタクになったんですか。いや、それはね、わかんないですよ。なんかちょっと日記が突然変異なんですよ。突然なんですか。これがもう俺の性癖を形作ったみたいな。姉の影響でかかったよ。姉がやっぱりアニメ漫画オタクで、うちの一番上の姉なんか仲良しとか、うん、いくつかの雑誌に連載も持ってたぐらいなんですけど。え、漫画？漫画やってましたね。漫画もやるし、日本エッセイスト大賞も取ったことがあるし、それでいてフィールドホッケーでも、全日本2位みたいな、よくわかんない。どんな血なんだ。いや、なんかね、何でもできた、ちょっとやると何でもできちゃう人っているじゃないですか。姉が、一番上の姉が天才系だったんですよ。すごいな。で、あれに憧れてたらオタクにも憧れるじゃないですか、ある意味。それでちょっとそっち、僕だから姉に最初紹介された漫画家いくつは、あ、もちろんゴルゴ13とか、うん、マカロニほうれん草とかあったんですけど、うん、最初にインパクトあったのはね、うるせえやつらだったんですよ、うん、高橋留美子先生、うん、でラムちゃん見て、うん、来ましたね、うん、それはしょうがない最初に触れたのがラムちゃんだと、もうしょうがないですね、それは。 でも僕が最終的に結婚できたっていうか、結婚させてもらった、あの僕に来てくれた、はい、僕にわざわざ結婚してって言って来てくれた、はい、妻は当時本当もう格好も何もかも ラムちゃんみたいな。え、ラムちゃんでしたね、最初。え、でもね、ラムちゃんみたいな格好でドラジマのビギニー。だからあのレースクイーンでもあったし、モデルでもあったし、水着モデルでもあったんですよ、はい、モデルさんだったので、はあ、はあ、はあ、まさにラムちゃんが来たみたいな状態です。待ってください、なんでモデルにモテてるんですか。いや、だからそれがまた面白くて、はい、俺そのモデル、あの結婚式もすごかったんです。結婚式もあのこれたどり着きますけどね、その結婚式もすごくて、ゲーム業界のプレ TGS みたいな、東京ゲームショウの、はいはい、あの会議場みたいな感じで業界人ばっかり集まってるんですよね、はいはい、僕の方は、うん、ゲーム業界ばっかりですよ。桜井さんも来てくれてなるほど、ゲーム業界の重鎮から若手のクリエイターも全部揃ってたんですよ。本当に今見るととんでもない目なんですけど、確かに。で、片や妻側の女性は、はあ、女性陣は全部モデル仲間とかばっかりだし、資生堂の、資生堂のそれこそ CM 出てる人とかこんなばっかりだから、綺麗どころのモデルばっかり集まってるわけじゃん。このギャップがとんでもないじゃないですか。悪い集まり。そう、なんだこれ、もうゲーム業界がおどおどしちゃってみたいな、うん、でなんでそこを設定持ってたかって言ったら、これまた面白くて、そのやっぱモデルの女の人ってモテるじゃないですか、うん、だからそのすごいある意味こう寄ってくる人多いんですけど、うん、逆に言うとね、やっぱり、ね、こう悪い男の人に会う確率もでかいんですよ。そりゃそうだ、うん、でうちの妻は僕より一回り違うんですけどね、もうまさに江戸で言うと一回り下なんですけど、彼女が悟ったのは、やっぱり自分が持てる人間でお金を大量に持ってるようなタイプはダメだと思ったらしいんですよ。イケメン、おいわゆる持てるイケメン、金持ちは、うんうんうん、あかんと。なんつうか、それまた全部極端な考え方をする女性ですね。これはひょっとしたらサラリーマン最強なんじゃないかと思ったらしくて、安定を求めた。で、だから俺衝撃的だったのは、結婚した後に初めて見せてもらったんですけど、その妻からじゃないですよ、妻の友達に見せてもらったんですけど、その LINE のやり取り、うん、で、僕と初めて会った日に、うん、妻がその友達に送った LINE の内容が、うん、ちょうど絶対浮気とかしなそうなぐらいの顔の人を見つけたっていう内容が失礼な、ちょうどだけど、失礼なこと言う。だけど妻は、うん、とにかく最初顔から入ったらしいですよ。顔から、そう、気に入ったんですって。当時の原田さんは今の原田さんとほぼ変わらない。変わらないですか。この人多分浮気しないだろうなと思ったらしいですよ。なんか矛盾してないか、悪い男ダメって言ってたのに悪そうですよ、すごく。いやでも悪いですかね、僕。悪そうですよ、めちゃめちゃ。でもメガネ取るとそうでもないですよね。ああ、そうそうそう。ああ、いやいや、そうならない、そうならない。ヒゲが怪しいですね。まあね、ヒゲが怪しいのは確かに、ね、うん、ちょっと怪しいですけど、うん、でもやっぱ話してるから誠実さが伝わったんですかね。なんかおかしな人じゃないけど、こいつ大丈夫だなと思ったらしくて、うん、だから僕本当付き合っ
ってすぐに私と結婚するって誓約書を書けって言われて、怖っ、あの直筆で書いて、あの誓約書、誓約書とハンコまで押させて、血判でしょ、血判的な、血判じゃないけど、あの普通の主任主任クリビって、わあラブコメのヒロイン見て、そうそう、だからラムちゃん押しかけてきた、ラムちゃんみたいな状態、確かにラムちゃん来たみたいな、虎島ビキニ着てました、いや虎柄は着てないですけど、水着モデルだったら死ぬほど持ってましたよね、水着は着てました、うん、あのレースクイーンの格好も水着の格好ももちろん、それはもちろんね、着てたんですか、着てたっていうか、ごめん、だってその時は現役でやってましたから、いや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 、ちょっと見せてって言って、家でプライベートで、ああ家では もちろんねやめようよこれ、やばいよこれもう裏切られたらこの人野獣だもんこれ、いやだからさ遅れてきた僕とか40ですよ、結婚したの、本当っすか、すごいな、まあ、毎朝今お付き合いしてる方はいらっしゃらないですか、いらっしゃらないですね、ちなみにだけど言い寄られたりすることはないですか、ですね、なくはないんですよ、いやだから今ぐらいこうちょっと名が知れてきちゃうと、うん、あるんじゃないですかね、なくはないんですけれども、こう言っては失礼かもしれませんけれども、俺に寄ってくる女、はい、大体訳あり、どういう訳があるんですかね、メンタル関係だったり、あほう、なるほど、あとはちょっと変わった趣味の子だったり、変わった趣味って、すいません、あの言うたら失礼ですけど、うん、変わった趣味って人に言えないような趣味持ってますね。いやそれはシンプルに、俺人生で一回だけ、一目惚れされたことがあるんですよ。うんうんうん、すごいいいじゃないですか。それね、あの電車に乗ってる時だったんですよ。あすごい、そんなことあるんだ。あるんですよね。びっくりしたんですけど、電車に乗っててドアの前のあの空間あるじゃないですか。はいはいはい、俺そこに寄りかかって。立ってるのが好きでいつもそこに立ってるんですけれども、はいはい、向かい側にその女性が同じようにして寄りかかったんですよ、はいはい、トイメになるんですよ、ドアの前に、はいはい、で俺は何もせずボーっとしてたんですけど、そしたら突然向かいの女性が俺に携帯の画面差し出してきたんですよ。えっ、そんなことあんの、うん、なんだと思って、なんか痴漢でもされてんのかなって、あ分かります分かります、覗き込んだら、あのものすごくタイプなので連絡先を教えてくれませんかって書いてある。すごい、それはすごいわ。それ俺思ったの、ははーんって包もたせたなって、うん、あほら分かりますよ、うん、モテたことのない人たちがそういう目に遭うと裏があるに違いないと思います、ね、人生で一遍もう告白なんかされたことないし、モテたことないから疑っちゃうんですよね。分かります分かります。この俺に包もたせを仕掛けるとはいい度胸だって思ったわけなんですよ。でもね、うん、なんだこの野郎って思って顔見たらですね、本気っぽいんですよね。ああすんごいもじもじ、これはただのあれじゃねえぞと、うんうん、なんかすんごい本気っぽい顔してるんですよ、うん、な説明難しいんですけれども、うん、分かります。全部感じ取ったわけですよね。決してふざけてるわけではない、うん、でそこで、まあ当時俺もメディアとかに出てて、うん、まあ、なんかそのもう知ってる人なのかな、はいはいはい、マフィア感じたって、はいはいはい、と思っちゃったわけです、うん、で聞いたんですよ、うん、あのちなみに俺が誰だかは知ってるのかなっていう話をして、ちょっと待って、この風景で聞かれるとどこの組のもんか分かってるかまあ聞き方に問題はあったかもしれませんけれども、うん、例えば俺はメディアとかに出てるの見たことあるのかなみたいな柔らかい聞き方をして、でキョトンとしてるわけです。知らないっぽい。ああ、じゃあ知らなかったんだ。本当にマジの人目らしいんですよ。すごいな。スキンヘッドで、ヒゲで、サングラスで、革ジャンの男ですよ。うんうん、あの、世紀末ですよね。君、これがものすごくタイプなの、うん、ってなるじゃないですか、はいはい、うん。でもね、残念ながら当時俺は女の子と付き合う気はなくてですね。それはなぜ？めんどくさい。あでも分かるな、労力がね、自分が使ったことのない筋肉を使うようなもんですからね、それにその頃はちょうどあの現実の
なはもううんざりだって思ってた時期で、二次元、そう二次元でもう十分だっていうふうに凝り固まってた時期なんですよ。はいはい、今はもうあの現実の女だろうが男だろうが何でもいけるんですけど、何でもいっちゃダメです。何でもいける。何でもいくなら。何でも美味しくいただけるんですけれども、もう結局でも分かります。そういう時期ありますよね。うん、だからそれもある意味こじらせてるというか。こじらせてるんですよ。でまあ。悪いんだけれどもちょっと、うん、君とそういう関係になることはできないなっていう話をして。教えなかったんですか？ですね、教えなかった、ね、その時は教えなかった、うん、でまあなんならちょっとあのこういう男に気軽に声かけない方がいいってちょっと忠告しましたね。ああそうなんです出てくるぞそれは違う。それはもっと若い頃の話です俺だったから良かったけれども、うん、まずあそうですよね、食いつくやついますもん、ね、俺に似てる男にろくなやつはいないんですよ。あー面白い分析ですね。そう 俺はいいんだけれども、うん、俺はいいんだけどまず俺みたいな格好してる男はまずろくでもないから、うん、やめた方がいいっていう話をしたんですけれども、うん、まあ好みだったらしいんですよね、うん、それで言うとスキンヘッド以外は似てるけどか、うんうん、まあもし原田さんもこうやって目の前に立ってたら出されたかもしれない、ね、両方にこうどっちかどうですか。でも考えてみると災難なんですよその子も。あの例えば本気で俺みたいな好みだった場合確かになかなか日常出会わないんですよ。出会わないし、うん、相当勇気がありますよね声かけるのに、うん、だから これがドストライクってなったら確かに見つかんねえだろうなって。それは電車で声もかけるわな。でも逆に言うと今思えばそれこそちょっとそのことちょっと話してみたいぐらいですよね。そうですね、うん、ちょっと特殊な子が多いですよね、うん、やっぱりマヒアさんに寄ってくるのが特殊ってことですか？カジタ好きってなると、うん、まあ特殊だけど、でも逆に言うとそのだんだん内面的なところも情報としてはみんなの中に入ってきてるんで、だって伝わるじゃないですか。マフィアさんってあの風体はこうだけど恐ろしくピュアというか、うん、そのあとそれ実際以上に大人に見られます、うん、ああそうなんですか。おっさんに見られるのは昔からだったんですけど、まあまあそれは見かけの問題ですよね。あとはなんか立ち振る舞いのあ確かにそれは、ね、せいで年上だと思ってたって言われることもたまにあるんですけども、はいはい、が多いんでしょうね、うん、これは分かります分かります。だそれもあって結構その、うん、年上好きの女性から声かけられるんですけれども、うん、実際に話してみると相手の方が年上、うん、ああなるほど、うん、そういうケースが多いんですね。今本当に記憶の扉が一瞬開いたんですけれども、高校時代、うん、通信制行って、はい、課外授業というか、うん、交流授業みたいなのがあったんですね、うん、その交流授業で山奥のまた別の学校に行くわけなんですよ。いちいち山に行きます、ね、いちいち山なんですよ。でそこでなんか畑仕事とかさせられるんですよ。あそうです。その時に何かの授業で、初めて会う女の教師とクラスで二人っきりになった瞬間があったんですよ。ほうほうほう。どういう流れだったか全く思い出せないんですけど、その女の教師が俺に向かってお兄ちゃんって呼んでいいかって聞いてきたんですよ。なんですか？危ないっすね。危ないでしょ。俺高校生っすよ、うんうん、相手大人っすよ。だってでも当時から見た目これだったんですよ。もう、うんうん、常にもう出来上がった。もうこれですもうこれです、はい。でそれを考えるとやっぱ俺に寄ってくる女大体訳あり。なるほど、うん、そんなんばっか。ディープに付き合ったことっていうのはあるんですか？うん、ない。ない。ないですね。まず人付き合いが苦手だって言ったじゃないですか。はいはいはい、だからそれの延長でもあるんですけれども、長く同じ人と一緒にいることがまず辛いんですよ。ああ、すんげえわかりますね。わかります。ここまでいくとわかるな。人生において。定期的に人間関係をリセットしたくなるんです。リセットしたくなる。それはやっぱ自己肯定感が低いんだろうな。その、うん、失望されたくないとかいうのも込みなんでしょうね。多分あるんでしょうね。うん、で今は幸いそれも鳴りを潜めているんですけれども、うんはいはいはい、
まあ、もう病気のように出てくる瞬間もあるわけですよね。病気のように出てくる瞬間があるし、当時もそんな考え方だったんで、まず女の子とそのずっと一緒にいるなんて考えられなかった。ああ、わかる。だから、基本的に女の子と関係を持つときは、なるほどなるほど、やっぱそこも歪んでますね、だって最終目的がそこなんだったら、わざわざ付き合ってデートして気遣い合ってっていうその工程をすっ飛ばしたいわけなんですよ。なるほど。だからなんかやっぱりね、マヒアさんは自己肯定感と愛っていうものから程遠い人生が半分ぐらい長かったから、抑圧とかいう世界じゃないですね。なんか良かったしね、こっちに戻ってきてというか。そうですよ、全くもって本当に良かったと思いますし、いやだからオタク界に救われたわけですもんね。オタクに救われましたね。だから俺はもうオタクであるために生きているので、人生の目的がすでにもうゲームやアニメやらを楽しむことなんですね。なんですよね。それ以外のことは特に大事じゃないんですよ。だからそれがあるからこそこの世界に生きていて、まあ、ただ、いわゆるオタク界から見るとオタク界に攻めてきた人みたいにそんなことないと思いますけど、俺は誰よりもちゃんとオタクのことを思ってると思いますけど、今でこそその理解だからあれだけの人がついてきてるわけですよ。いやだからそれはオタク界がやっぱシンパシーをマヒアさんに感じたから。だってこんなにメディア側の人間であんなに支持されてる人いないでしょ。いないです。だから変わってるんですよ。ありがたいお話です。だってね、その言うたら別にそのエヴァンゲリオンの原作者でもないし、何かそういうことをやってるわけじゃないんだけども、ね、アニメファンのからファンになってるわけだから、それはやっぱカリスマですよね、一個もね、嬉しいもんですね。だから居場所をだからシンパシーは感じたってくれてるからですよ、マヒアさんがこれだけ支持されてるのは。まあ俺が一方的にそのシンパシーをやっぱ表してるから向こうも受け入れてくれてるとは思うんですね。こいつは見た目おかしいけれども俺らと同じなんだなって思ってくれてると思うんですよ。いやむしろオタクから見たらその一番ほど遠そうな人がこっちに向いてくれてるぐらい見えるところはあるんでしょうね。でもやっぱりこう俺申し訳ないけどめっちゃ笑ったエピソードが、何ですか、マヒアさんツイッターでぼやかれてましたけど、はい、タクシーに乗ったら、はいはいはい、タクシーのうんちゃんがどう考えても会話の内容からこういわゆる反社のヤクザの人だと思い込んで話しかけてて、あったあった、一生懸命そうじゃないってことをあったあった遠回しに伝えているにもかかわらず、運転手側が軌道修正して反射に持っていくっていうそれね、ちょっと記憶違いしてますよ。あ、違います。俺は実は積極的に話を合わせに行ってました。そうか、逆にもうしょうがねえと。そうかそうか、そうだったですね。しょうがないというか、こんな機会めったにないなと思って芝居の練習になると思って、ああそれで、ね、自分から合わせていったんですか。そうですそうです。だからそしたら食いついてきちゃったんですね。食いついて、多分 V 字でとか好きなんでしょうね。で俺が最初に車乗った時に多分場所とかタイミングとかもちょっと珍しかったんですよ、はいはい、でだからこいつまともな仕事してねえなっていう風にそこで確信を得ちゃったんでしょうね、うんちゃんは。うんちゃんはその時事ネタと思わせつつ徐々に裏社会の話題にシフトしていくんですよ。でも最近はね、そちらの業界も随分厳しいとお聞きしてますけどって、そちらってどちらの、どちらの業界だって俺は何も話してないですよ、一体どちらの業界の話をしてるんだって思ったんですけれども、ああそうですね、コロナの影響でね厳しいと思いますけどって言ったら、やっぱりそちらの世界でもコロナって影響あるんですねって言われて、もうあれそこでどんどんフィルタリングしていくわけですね。そう確かにコロナの影響って言っとけばどこでも引っかかりますからね。そうなんですよ。でコロナの影響そちらの業界でもあるんですねって言われたけれども、そもそもコロナの影響がない業界はないだろうって話で、だから多分これこの人なんかそういうアウトローの世界の話してんなっていうふうに思って、なるほど、ははーってピンときたから、はい、
あのニュースとかで見た情報を小出しにして、はいはい、あの話積極的に合わせに行ったんですよ。なるほど。まずうちもね最近あの頭が出てきたところがちょうどの偉い人が出てきたタイミングだったんですよ。ありましたね、うん、うん、そしたらどんな反応するかなと思ったら乗ってくるんですよね。やっぱ、うん、いや俺ちょっと本物乗せちゃったと思ったんでしょうね、うんうん、面白くてね、なかなかそんな役やる機会ないんで、はいはい、ここはちょっとうんちゃんの夢を壊したくもないし、あの話最後まで合わせて楽しんでやろうと思ってなるほどやってやりましたね、その時は。そうなんだ。でもそれをやってて違和感のない風景なわけですもん ね、うん、もうね。でもいねえよ今こんなやつなんかそんなこんな分かりやすい人いませんよね。前に、映画見た帰りにその時3人いや2人かな、あのゲームクリエイターの祁答院誠さんっていう人と2人で映画見た帰りに喫茶店入ったんですよ、感想戦やろうっつって、はいはい、そしたら入った喫茶店があのそんなのあるんですか。あるんですよ、知らなかったから知らずに入っちゃって、あの歌舞伎町にあるんですけれども、はい、そこ入ったらもう店の客層が明らかにおかしい、うん、もう全員が全員ギラッとこっち見るんですよ、うん、で全員が全員、もう映画でしか見ないようなファッションなんですよ。なるほど、なるほど。普段この人たちどこに隠れてんの街で見たことないよっていう人たちがいるんですよ。やっちまったって思ったんですけれども、入ったからには席に着くわけですよ、はい、席に着いてずっと映画の話してるんですけれども、ずっとトイメンの、ギラギラの金のネックレスと金のブレスレットつけたやつが熱視線を送ってくるんですよ、ギラギラギラこっちはあの映画の話で、その時見に行ったのがプレデター、プレデター、あのプレデターの新しいやつ、プレデターズだったの、プレデターズ、ね、プレデターズ僕も見ましたよ、島に送られるやつですね、うん、悪いやつばっか集められちゃうやつですよね。あれ日本のヤクザいるでしょ。いますいます。ちょうどその話題だったんですよ。あさよね、あの相打ちになるやつね、あのプレデターとあそこ痺れたよなって話してたんですよ、あのヤクザが刀で、そうしかもセリフがあんまないんですよね、全然しゃべらない、一言二言ぐらいしかないんですよ、ね、うん、プレデターを戦うシーン、もう痺れたって話をしてる、でそんな話をしてる、うん、あのやばいですね。やばいでしょ、うん、見かけで逆に得したことあります。最初マイナスの印象から入るから、仲良くなってからのそれだ、そのプラスの印象がでかくなるっていうのがありますか。だから実はピュアとか、うん、実はこんな人なんだっていうところの奥の深さみたいな感じで見てくれるってことですよね。正直やってる側というか、その普段からいつも通りにしてる側からすると分かんないですけど、毎回言われるのは最初の印象が悪いだけに今好きみたいな、あギャップ、そういう人が多いみたいです。ギャップ萌え、よく考えたら別にマイナスからプラマイゼロになっただけなんだけどプラスに見える。本当はプラマイゼロなんだ、プラスに。あのヤンキーが猫助けるとすげえいいやつに見える、うん、あ分かる分かる、ヤンキーが奉仕活動すると。でもヤンキーが奉仕活動するよりも普通のやつが奉仕活動してる方が偉いからだって、うん、偉いんですよね、うん、どう考えても、うん、ヤンキーそのくせガムとかポイってやります、ね、そうタバコの吸い殻ポイってやりますから。これはもうずっと俺も生放送とかでずっと言ってるんですけれども、頼むから俺を善人だと思わないでほしいっていう、その善人だと思われるほど嫌なことないんですよ。ああ、なるほど、面白いですねそれ。なぜなら、うん、善人だと一度思い込んだ人間に対して人間は勝手に夢を作るんですよ。いや、わかります。で特にこの界隈そうですけど、うん、一回失望した時の恨まれ方すごいですね。すごいんですよ、ね、あれ何なんでしょうね。あれは勝手に夢見て勝手に失望して勝手に攻撃するんですよ。ですよね、うん、多分それわかります。俺はそれは絶対に嫌で、うん、俺はまともに見えるかもしれないけど、これはみんなの前でまともに振る舞ってるだけで決して善人ではない、うん、まあ今日の話全部聞けばわかりますけど、どっちかっていう、全くまともじゃないですよね、どっちかっていうと、うん、もう反体制派だから。ああそうかそうか、うん、でもそういう意味で言うと僕は海外で真逆の経験してて、僕なんか全然そのマフィアとかギャングみたいな感じの人間じゃないんですけど、ねうん、僕あのいろんな国行くじゃないですか。あの不思議なことに、例えば桜井さんとかだと、ね、あのすいませんちょっと写真撮ってもらっていいですかって見に行くんですよ、ね、外人、ね、あの海外の人でも、ね、それラテン系のノリがいい人でさえ、ね、桜井さんとかにはいいのかなとか、ちょっと申し訳ない感じでとか行くんですよ、ね、だけど不思議なことで僕のところに来る人は
こうやってくるんですよ。イエーって言って、いやいやいや、あ、え、ここにみん指輪、ごっつい指輪が全部はまってる、ここにグワーッてタトゥー入ったやつがこうやって、めちゃめちゃブラザーだと思われてるんですよ、うん、え、同類みたいな。でもう肩を回って、みんなみんなの、もう、あ、もうこれ面白い、コミコンとかいったオタクも今いれば、うんうんうん、もういろんな人いるじゃないですか、うん、いろんな人の中でこういろんなクリエイターとかとやると、うん、結構この女の子だろうが男性陣だろうが、こうやって日本人のクリエイターと撮るときは、うん、割とセルフィーでいい、いいですか、いいですか、いいですかっつってこうやってやるんですよ。僕の時だけみんなこうやってわかるね。お前初対面でこんな、わかる、肩組んでくるみたいな。僕はなんかそのヘイブローみたいな。それなんですけれども、うん、あのそれって俺も全く同じで、うん、あのお客さんとの距離がすごく近く思われてるんですよ。あ、そういうことなんですね。そう、あの勝手に向こうが勝手に友達だと思い込むくらいに親近感を覚えてるんですよ。それって、そういうことなんだ。ラジオとかで話すとして、はいはい、ラジオとかってすごくお客さんとの距離が密になるコンテンツなんですよ、うんうんうん、だからラジオのお客さんって割と距離が近い傾向があるんですよ。で、原田さんもしょっちゅう映像に出たりとかして、お客さんの方に問いかけて喋ったりして、はいはいはい、僕直接ファンの前で喋ったり、そのせいです。そう、親近感なんですね。そう、完全に親近感で、一歩踏み込まれたのハードがすげえ低いんですよ。そうかそうか、うん、あのパーテーション超えちゃってんだ。だから普段もう合ってる感覚なんですよ、僕らです。普段もう俺とお前合ってるよなっていう感覚で来てるんですよ。確かに桜井さんとか普段合ってる感覚はないですよね。ないでしょ、一切、うん、うん、何食って生きてるかも分かんないですよ、まあ、そうそう、下手したら本当にかすみ食ってる、コカ・コーラゼロだけで生きてる可能性がある、ね、うん、そう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 、唯一のカロリー源がコカ・コーラゼロです。え、ゼロなのにみたいな、うん、あの人に家族がいるっていうの想像がつかない。分かる、分かるっすよね。いや、死ぬたら失礼だけど、分かります。あの人だけ、うん、家系図から生まれたんじゃなくて、そう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 、何かこう大いなる力によって生み出されたこういうね、うん、そうそうそう、こういう丸い青い卵から、そう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 、なんか発酵するやつから、うん、それは分かります、うん、分かります。そうかそうか、じゃあ親近感なんですね。親近感なんですよ。だから桜井さん距離があるんですよ。